ニュージャージー州会議事堂ニュージャージー州会議事堂はアメリカ合衆国ニュージャージー州の州とトレントンに立地する同州議会の議事堂メリーランド州アナポリスのメリーランド州会議事堂に次いで州の立法機関の庁舎としては全米で2番目に長い歴史を持っている議事堂にはニュージャージー州議会の上下両院の本会議場のほかニュージャージー州知事室や 州政府の各種機関の事務所も置かれている。庁舎は上から見るとアルファベットの H の形をしており、H の横棒に当たる部分に金色のドームが置かれている。庁舎のウィングはデラウェア川に向かって西へ長く伸びている。庁舎の後方には建築物として不釣り合いな構造で増築されたウイングがあったが、後に元のウイングと合うように改修された。 1792年に建てられた元々の庁舎の部分には周知事室が設けられている。他州の多くの議事堂とは異なり、ニュージャージー州会議事堂の敷地は公園のように設計されてはおらず、トレントンの都心部、ステートストリート歴史地区の一角に建てられている。また、議事堂の周辺には州の各種機関の庁舎が立ち並んでいる。そのため、 正面のステートストリート側からは、庁舎の全体像はあまりよく見えず、逆に、デラウェア側の対岸、ペンシルベニア州側から望んだ方が、庁舎の眺めが良い。ニュージャージー州会議自動庁舎の建設は1790年に、パースワンボイからトレントンにシュートが移されてから2年後、1792年に、始まった。この庁舎の設計には、 フィラデルフィアに本拠を置く建築家、ジョナサン・ドアンが携わった。その後、1845年には、フィラデルフィアの建築家である、ジョン・ノットマンが設計した北側の事務所用のウィングが、また1871年には同じく、フィラデルフィアの建築家であるサミュエル・スローンが設計した、新しいウィングが増築された。1885年3月21日に起きた。 火災によって、庁舎のステートストリート側が消失した後には、ジャージーシティの建築家、ルイス・ブルームが、庁舎の再設計に関わった。その後、州内のマーチャントビルの建築家、アーノルド・モーゼスは、庁舎をアメリカンルネサンス様式に再設計した。庁舎は1911年に、現在の規模になった。その後は、1950年に、 主回廊の近代化が行われた他には、しばらくは大きな改築はなされなかった。1960年には、庁舎の最も古い部分を近代的に設計し直す計画が立案されたが、実施はされなかった。しかし1987年、衆議会の使用部分の修復と、 庁舎に起きていた、いくつかの問題点の改善のため、議事堂に、大掛かりな改修がなされた。この改修にあたっては、ダイムス・フォーザ・ドームと呼ばれる募金活動が行われた。州内のミルバーンに立地する、ある学校は、庁舎のドームに貼られる、金箔用に2000ドルを超える額を寄付した。ありがとうございます。